Ni hao. Hola. Kumusta po kayong lahat? Bonjour. Mahalo. Kasumasa. Buongiorno. Konnichiwa. Kia ora. Hola. Salo palava. Apa kabar? Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1. Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management, staff or its volunteers. Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1. こんばんは。ワクワクラジオ始まりました。 P ことPです。ひさこです。コモです。はい、今日はこの3人でイントロを撮っております。マイナスワン、あれだどこ行ったんだって感じですよ ね、はい、うん、はい、そう、あのお二人、はいはい、今週からあの二人の新コーナーが始まるということで、はい、うん、それでもう3人揃ったような感じなんですけれども、ね、最後まで聞いてね、うん、なんかありますか、コモさん、イントロで話しておきたいところ。いや、もう相変わらずグダグダではあるんですけど、まあお付き合いいただけると嬉しいですね。はい、うん、ねえ、もう P はですね、今美女2人に囲まれて、あのウハウハ状態です。囲んでないよ。むしろ P が綺麗だよね。いや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 、綺麗どころ3人組っていうことで。そうですね。はい、そうですね。うん、じゃあとりあえず今週のラインナップ先にご案内いたします。お願いします。はい。今日は1本目インタビューが、日本からたまたま来られてた、観光で来られた方にあのインタビューをさせていただきました。これジュンさんとあのトークになります。ちょっと外で撮ってるので、はい、あのざわざわざっとした感じはするんですけれども、お楽しみください。ありますよね。そうなんですよね、うん、うん、で、2本目がエンジョイトーク。ほへー、来ましたよ。ほへーってなんだ。ほへー。そして3本目が本トークとなっております。そして最後に、ひさこさんとこもちゃんの井戸端トークというのが始まります。イエーイ。最後まで聞いて ね、うん、それとあと、今週からこの井戸端トークにあの私も参加したい、僕も参加したいという方を大募集しております。その告知もあの井戸端トーク中にさせていただけるかと思いますので、はい、本当に本当に最後までお聞きいただければと思います。いい、はい、じゃあ最近のケアンズについてお二人でちょびっと。最近のケアンズ、はい、そうですね、朝でもあのだいぶ日中暑くなりましたけれども、うん、脇の下汗かいてますがでも朝ね、すごいカミングアウト。そう、最近ちょっと脇の下すごいんです。あ、でもね、朝がまだね涼しいですよね。あ、確かに、ね、まだまだ気持ちいいんで、うん、はい、最近なんか山とか焼けてます。ブッシュファイヤーみたいな、そう、なんかスモーキー、そうですね、ね、すごいですよね、うん、うん、なんね、そうそう、だからちょっと目が痛かったりとか、うん、うん、ちょっと、うん、ってなったりとか。何、コモちゃん静か。コモちゃん静か、うん、いや、そうだな、うちもそうだなと思って聞いてましたよ。はい、ね、どんな話が飛び出すか、そう、はい、今夜の放送最後までお楽しみください。ワクワクジャパニーズラディオオンケンズ FM 89.1。インタビューコーナー。はい、それではですね、1996年のケアンズを知る方にお会いしたので、当時の状況をちょっとね聞いてみたいと思います。1996年、僕が、1995年にシドニーに来たのでね、あのオリンピック前なんですけども、うん、シドニーも相当ワイルドだった時代だと思うんですが、その当時のケアンズをね知ってるということで、ちょっと聞いてみたいと思います。そうですね、当時のケアンズは、はい、もちろんケアンズセントラルもなく、あっちの方はまあ寂しい通り、もう信じられないですよ、ケア線がないケアンズって、さら地でした。さら地のケアンズセントラルをしてます。ちょっと待って、さら地って、はい、
文字通り何もないさらちに。ちょっと待って、じゃあ何近いカフェって何ですか。あえて言うと覚えてます。もうカフェすらあそこら辺だから、あそこら辺は行かないでみたいな雰囲気があったんで、じゃあまずね96年中心ってどこですか。あえて言うとレイクストリートです。あ、やっぱレイクストリート、レイクです。のどこですかね。レイクのどの辺。レイクの、うん、今何もない、今何もないんですよ、まあ、当時。じゃあホテルも行きましょう。ホテル当時有名なホテルどこですか。ケアンズインターナショナルですね。ああ、今でいうプルマン。プルマンです。なるほど、ケアンズインターナショナル。それがもうメインですか、はい、あそこが大京さんがね買ってた時代の。なるほど、はい。リッジズはありました。リッジズはありました。あった、ありました。3つとも、3つというか、3つかどうか分かりません。3つも名前書いてある、はい、リッジズはあったと、はい。ヒルトン、ヒルトンは向こうの、うん、ピアの方の近くのヒルトンはありました、はいはい、あった。ダブルはない、あのはちょっとない、ない、なるほど。トレードウィンズヒルトンはあったと、はい、あ、じゃあやっぱりあの、あれはあのシャングリラ、シャングリラはありました。あった。じゃあ、はい、もうあの辺はもう割と早い段階からありました。あって、ちなみにシャングリラは名前が違いました。でもごめんなさい、名前は忘れました。忘れた。じゃあ、はい、ラディソン、ラディソンプラザ、ラディソンプラザ、わかりました、はい。じゃああの辺はあって、で、はい、ピアンも、あ、もうピアノももう大盛り上がりでした。大盛り上がり。あのドーナツ屋さんが2階にあって、時間が来るとドーナツ屋さんの、何そのドーナツ屋さんって、何ピンクのドーナツ屋さんがあって、2階ってあったっけ、ピアって。あれ、あるんですよ。2階がレストランだったんですよね。今2階ってないよかな。オフィスなんですよね。オフィスですよ今、はい。一番奥にドーナツ屋さんがあって、うん、あ、そこでピンクのドーナツ屋さんに可愛い格好をしたお姉さんたちが、バイト、うん、多分バイトさんなんですけど、はい、ぴったりの時間ぐらいにほうきを持って3名ぐらい現れるんですね。そして踊るんです。え、踊るの。そうなんです。そういうサービス。そういうサービス。ちょっとだけチャチャチャって踊っていっては去っていくという。ちょっと初めて見た時はちょっとびっくりしました。今なら流行るんじゃない。ちょっとじゃあ提案してみてください、ピアの方に。ちょ、ピンクのドーナツ屋さんやりますか。ピンクのドーナツ屋さんでほうきを持った女の人が踊るショー。はい、踊るちょっとしたショー、なんかテーブルとテーブルの間で。すごい、なんでそう面白いことやんなくなっちゃうの。わかりませんけど、ありました、それ。はい、はい、それと、はい、さっきちょっと話実は出て、この録音をやろうと思った、はい、エンドオブザワールド。はい、もう知ってる人。なんですかこれ、エンドオブザワールド。すごい名前。もういわゆる昔の言葉で言うクラブでもないディスコですね。ディスコですよね。ミラーボールが回る。そうです、ディスコが 2,3 軒あったんですよ、ケアンズに。で、ちょっとそのエンドオブザワールドはちょっと外国人観光客とか、うん、まあ外国人が住んでる人も入りやすい。安い。もう一つは結構地元の、あ、まあ人たちが行きやすい。行きやすいディスコ。で、そのエンドオブザワールドって場所はどこだったんですか。今アウ、うん、あ、アウトオブジャック、あのアプリンストリートの角のやつですね。そうです、角のとこです。あそこ、あんなとこにあったの。で、あの作りはほとんど変わりません。見た感じはあのまんまです。なんかあのレストラン確かにちょっとそんな、ちょっと古めかしいですよね。だよね。ええ、あんな感じでした。あそこがディスコだったんだ。はい。で、あの、まあ、大体みんな踊ってるんですけど、うん、週に、うん、まあ、週末だったかな、相撲ショー、相撲レスラーショーっていうのをやっていて。ちょっと待ってね、はい、なんかそれ相撲ショーって今さらっと。そう、さらっとですけど、当時、まあ、日本人観光客が今の倍以上いた時代で。ねえ、そういうのね。そうなんですよ。なので多分日本のものやっときゃ食いつくぜって思ったんでしょうか。王子安易な、安易な、ちょっと考えたんでしょうか、はい、ちょっとかなり間違った相撲ショーなんですけど。どういうやつですか。本当に相撲太った方が、いや太ってはない王子たちが着ぐるみを着るんですね、相撲の。そっちね、はい、あのコントでよく出てくるやつね。そうそうそう、そうです、うん、で、それを着た2人組が、まあ、なんていうんですかね、相撲のようにレスリングをしようとするんですけど、うん、そこにバブルが来るんです。バブル、あの泡だらけになるんです。もう石鹸の泡だらけ。そっちか。はい、それがもうそこら辺エブリウェアになるんですね。結構昔のケアンズってあれだったんだね、攻めてたんだね。攻めてましたね。それに濡れたくない人は上に上がるんですよ、うん、で、上にはビリヤードがあるんですけど、まあ、ほとんど誰もしてないんですけど、うん、その滑稽な姿を上から見て笑いながら飲むという、どうでもいいショーです。エンドオブザワールド、エンドオブザワールドでした。お店がエンドになってしまった。そう、エンドになってしまった。はあ、すごいですねこれ。そうです。へー、他に何かありますか、覚えている、まあ、覚えていることといえば、うん、そのエンドオブザワールドとかがある目の前に今、うん、マントラトリロジーができてると思うんですけど、 はいはいはい、あそこは、はい、なんていうのかな、うん、あんな立派な建物はなくて、うん、はいはい、あのすごい古いライオンズモーターインっていうちっちゃいモーターがモーターインが、ね、よく覚えてますね、はい、ピンクのがあったんですよ、フラミンゴの絵の。嬉しいな。その前にちょっと公園っていうか空き地になってたような、うん、もうなんかここ大丈夫みたいな場所に、うん、次来た時にあれが立ってたので、うん、どこ行っちゃったあれみたいな。あの危険な、そう、危険な、なんか危険な香りが、どうしたとかなっていうぐらい、もう本当にだからそれぐらいあ
そこら辺は栄えてなかったんですよ。だからもう最後はあのエンド・オブ・ザ・ワールドが本当にエンドだったみたいな。本当にエンドだった あれはそういう意味もあったのかな。エンド、エンドだった。そこケーンズのエンドはそこですよみたいな感じ。意味もあって、そうオアシスリゾートもなかったので、あっち以降はあんまり人は行ってはいけませんみたいな雰囲気がちょっとだけあったようなとこですね。ちなみにエスプラの通りって舗装されてました、はい、もう舗装されてた。昔泥だったらしいんですよ。あ、エスプラ通りが。それはさすがに。さすがに舗装されてましたけど、ナイトマーケットはもうあの砂利の上でやってました。え、ちなみに私はそのナイトマーケットで働いてました。え、ナイトマーケットが砂利だったの？あの今ハーバーライトがある下がハーバーライトはまだなかったんですね。はあ。で、ハーバーライトじゃない。じゃあね。は、何ですかね。ハーバーサイドかな。うん、ちょうどナイトマの近く。ナイトマの近く。ナイトマの上ですよね。上の今、はいはいはい、あれ建物ね、うんうん、マントラですよ、ね、今マントラなんですか。マントラじゃない、違うマントラじゃない、緑と黄色のなんか建物ありますよね、うん、あのいるなんとかいるポーイルパラッツォはその隣です、ね、ボケボケるしてる。なるほど。あと今あれ砂利だった。そこ砂利でまだあの建物が建つ前に砂利の中でナイトマーケットをしてたんです。じゃあ本当にマーケットだった。もうマーケットだった、ま、本当にマーケットだったんです、うん、あの本当に。で雨が降るとすごい大変なことになって、それが今はあそうす隙間から雨とかごいわしゃみたいな感じ で、 あそうなんで、客来ないんじゃない今日みたいな、はあ、そんな感じでした。すごいね、やっぱこういうの記録に残しておかないとそんな時代でしたね昔は、はい、すごい、はい、まだシーフードバッフェにバグがいっぱいあった時代でした。あららら、今全くバグがシーフードバッフェにありませんけど、うん、バグって何ですか。あ、バグってウチワエビ。あ、モートンベイバグですかね。あ、そうなの。それが昔はシーフードバッフェに行けばもう本当にそれも含めて全部、うん、オールユーキャンイートだったんですけど、うん、今それは今は、うん、なんか本当にシーフードの種類が減っていて、減ってる、エビだけとかそういう風になってて、あ、なんかちょっと寂しいなっていう感じはありますね。ちなみにアカシアコートの、うん、チャーリーズですか、うん、ありました。当時ですか。ありました。チャーリーズ有名でした。うん、でしたよね、うん、あ、そうですね。ちなみにその当時有名だったレストランといえば、はい、あ、でも今でもそうなんですけど、あのインターナショナルじゃない、今何でしたっけ、プルマン、アプルマンのバッフェ、あのココス、ココス、ココス、まあ、あれはもう当時から、まあ、当時からすごい有名でしたね。あ、有名でしたか。美味しかったんですよ本当に。でサービスも良くて、はい、あそこは有名でしたね。有名でした。あとは何か、今もお店がなくなっちゃってるとこがほとんど。例えば何かなくなってるか知りたいんですけど。あ、でも最近なくなったのに言うとカーニーズとかはずっと有名でしたよね。あのエスプラナードにあるカーニーズ。カーニーズ。あ、知らないですね。カーニーズは有名でしたね。なくなっちゃったね。なくなっちゃいましたね。でも5年前か何かに来た時はあったので。うん、あった、うん、それシーフードですか。シーフードのお店でした。そこはバフェではなかったですけども。これ多分ケンズ長い方が聞いたらばね。そうですね。カーニーズ知らないのかって。僕あの2014年に来たんで。そうですね。サンティワンのアイスクリーム、マクドナルドがあって、はい、アイスクリーム屋さんがあって、ありますね、隣にナイトオールがじゃないですか。あります。ナイトオールがカニーズ。カニーズだった。そうです。ナイトオールがカニーズだった。カニーズだった。僕全然あのナイトオールの前通っても全く寂しい気持ちがしませんもん。あ、もうかなり寂しい感もある。カニーズがあったのになーっていうね。そうです。あとは何かありますか。あ、これがないんだっていうレストランですか。な、まあ、レストランでもお店でも何でもいいんですけど、レストランで言うと、今多分名前が大きい、うん、あ、大かグリル、大かレストラン、レストランが前もうちょっと移動しましたよね。それは知ってます。あ、知ってますか。それは知ってます。僕はあの前のお店でも行ってます。あ、行ってますか、はい、前はシールドスイートかな、なんかそうです、そうです、そうです。今はピ、あのピアじゃなくてあの海沿いのね、海沿いの塔になりましたよね。そうですね、はい、あれくらいかな。あんまりレストランそんなに行かなかったので、まあでも寂しいといえば今回見て思ったのはやっぱりあのそのカーニーズがあったところに、うん、昔はもうバッパーがいっぱいあったんですね。バックパッカーズとか、はいはい、ジミーズとか、うん、あの189エスプラナードとか、そのあそこに行けば、うん、あのバッパーが大丈夫だったみたいなところ、うん、もう本当に汚くてここ入れるのみたいな狭いところ入っていくんだったんです。 そうなんだ。それが全部もう建て替わって綺麗になったので、まあ、昔のケアンズではない、そこはないなとは思いますけどね。ラグーンってありました。ラグーンはないですよ当時。あそこはだって埋め立てですよね。いつ、あ、なかった当時。なかった当時はもう崖で、崖っていうか、崖、もう、なんていうんだ、海のもうマッドな感じがあって、あ、ほんと、うん、グレートバリアリーフってどこ？やっぱりそれね、やっぱりね、はい、僕の第一印象でしたね。はい、くっさい。うん、グレートバリアリーフどこだよね。どこでしたね。なるほど。玄関って言ったじゃんっていう。あれじゃあ前回来たのいつですか、ケアンズ？5年前ですね。あ、5年、あ、その時はま、もうもちろんありました。あ、その時どう思う？その時一番衝撃的だった。あ、いや、その時はもう3回目ぐらいだったね、ケアンズ。ごめんなさい。何回も来てるので、つまりその、96年の次に来たのいつぐらいですか。96年の次に来たのは
まあ、大体99とかですね。あ、その時はもうあった。ラグーンは、ラグーンはありましたね。どう思いました、あれを見て。どうしちゃったんだろうと思って。あ、どうしちゃったんだろう。ちょっと近代的になっちゃったみたいな。近代的になっちゃったみたいな。観光客呼ぶんだなと思いました。あ、本気で、はい、本気で呼ぶんだなって入れらしたなと思って。なるほどね、本当にすごい。で、あ、そうですか。でそんなケンズまだ好きですか、やっぱり。大好きですね。もうコーストローストに行くのが私の大好きなの。コーストロースト昔あれケンズ何気に景色いいからね。いいでしょ。でもあそこにはなかったんですよ、当たり前ですけど。あれは前レイクストリートになったんですよ。当たり前なんでんだね、これは。そうなんです。レイクストリートの、いやもう今ないんですけど、うん、DFS もあそこじゃなかったんですね。昔レイクストリートに DFS があった当時、その目の前にコーストローストあったんですよ。あそこだけが唯一11時までかな、10時半まで空いてるカフェだったんです、当時。で仕事上がりに飲むという。当時で11時ってすごいね。気合入ってるね。気合入ってますよ。他も全部閉まってましたから。これはもう僕もシドニー来てから驚愕でしたからね。そうですよね。シドニーのケアンズのカフェはほぼ3時に閉まるっていう。そうなんです。3時のおやつの文明堂はと思ったもんね。ないでしょ。もうその考え方はどこに、どうすればいいのっていうね。みんな休んじゃうから。そうなんですよね。だから11時まで。そうなんです。画期的でした。はい、というわけでね、はい、これはぜひね、未来の子供たちのために駅保存にさせていただきたいと思いますよ。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。久子と純のエンジョイトーク。はい、来ました。来ましたよ、ま、本当にこの時間が、この時間がね、はい、で今日はちょっとね、真面目にいきます。真面目に、あ、いつも真面目じゃない。なりますけど、ね、はいはい、自分でボケて自分で突っ込むっていうね。そう、うん、はい、一人漫才、はい、何でしょうか。今日はですね、文法をしっかりとやりたいと思いまして。はいはい、わかりました。これもね、やっていかないとやっぱり ね、うん、あの文法もきっちりしないと、なんか変な英語喋ってるばっかりで、あのいつになっても同じ間違いをしますよね。そうそうそう、ね、そうなんですよね。本当そうですね、はい、でこの今日は意外あのすごく簡単な文法なんで、現在進行形。ああ、現在進行形、懐かしいな。懐かしいでしょ。はい、でまずこれの B 動詞 ING ってやつね。そうです、 B 動詞 doing、 あの一般動詞に ING。 なるほど。作り方も簡単です、はい、でこれの意味なんですけれども、メインの意味は何でしたっけ。いや、もうまさに現在進行形って言葉通り、今何々しているっていうことですよね。そうですね、真っ最中っていう動作を表す時に使えますので、 I'm talking right now みたいな感じですよ ね、はい、まさに今話してますということなんですけれども、これがメインの意味なんですが、この他にも実はすごく便利な意味がいっぱいありまして、これを会話にどんどん入れていくことによって、きっとスムーズな、何でしょう、自分の言いたいこととか予定を言ったりとか、そう、ニュアンスがね、やっぱりこう、はい、ING を使うとね、グッとくるよね。そうなんですよ、ね、うんうん、例えば読んでるっていうのさ、I read the book とさ、 I'm reading the book と全然意味が、ニュアンスが違うじゃないですか。そうなんですよ、まさに今そこなんですけれども。あら、そうなんですか。現在進行形の動作ですけど、今たった今、この今現場でやってるわけではないんだけれども、今自分が家に帰ったら毎日読んでる本があるっていう場合に、この現在進行形を使えるんです。あ、うん、まさにそうの、うん、だから I'm reading a book by あの東野圭吾みたいな感じで、うん、今本あの東野圭吾、東野圭吾、はい、多分の本を読んでる真っ最中なんだっていうふうに言えます。これを現在進行形で使って OK なんです。でも今まさに読んでるってわけじゃないけれども、うん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 、家に帰ったら読んでて、ここ1週間ずっと読んでるんだよって。それは知らなかったわ。でしょ、うんうん、まあ、でも多分自分がもし喋ってて、うんうん、OG がね、I'm reading, I'm reading, 何 I'm by, into, なんていうんですか、普通に I'm reading a book ですか。 I'm into でもいいし、 I'm into 東野圭吾's books でも I'm reading でも言うんだ、うん、I'm reading 東野圭吾's book っていうと、うん、確かに手に持ってないけど、どうっていうことは、あ、多分今東野圭吾の本に夢中なんだよみたいな。そうそう、あ、それはそうなんですよ、うん、で私たちは気がつかないうちにこの現在進行形を、うん、使いながら言ってる部分があるんですね、これを。うん、知らないうちに、あのこっちでだってあのネイティブの人がそれをよく使うんで。うん、あ、それはね、はい、状況では多分理解したけど、自分が使えるかって多分使えないよね。うん、
そうですね、頭で判断しながらあれするとまた難しいけれども、うん、そうだね、そういうのを例えばだから、I'm learning English by Skype みたいな感じで言うと、たった今やってるわけじゃないけど、それを今最近始めて、そう週1でやってるみたいな感じの時にこの現在進行形を使います。だから使ってね。ああ、これはいいわ。いいでしょう、うん、すごくなんか、うん、本当にその今それにハマってるっていうか、今やってんだよっていうニュアンスがね、出てくるよね。はい、まさに進行形でそれも出るので、うん、その雰囲気も出せるので。で、はい、もう一つが、近い未来におけるはっきりとした予定。うん。さあ、どうでしょう。使ってますか。いやー、多分それを使うときは僕はまあプランニングとか、はい、I'm about to とか I'm going to とかそういう感じで使っちゃうかもしれないね、うんうんはいはい、イメージは。例えば、シドニーに来週飛ぶんだっていう予定で、はいうんうん、これもうチケット買ってます、はい、で何時の飛行機って分かってる場合は、うん、I'm flying to Sydney next week。 それは多分使えなかったかも。 I'm planning to とか I'm going to とか、うん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 、そういう風に言ってたと思う。 going to と plan to、 あ、そっか、うん、going to と plan to だと計画中っていうことでまだチケットを買ってない段階でそれを言えるんですけれども、もうすでにチケット買ってて、うんうん、何時のフライトって分かってる場合に、ねうん、I'm flying to Sydney next week って言うと、もう聞いてるオージーたちは分かる、うん、まあオージーじゃなくてもネイティブの人だったら、うん、あもうチケット持ってるのねみたいな、もう行くんだなって、はい、あとだからコンサートに I'm going to、なんだっけ、コンサート、うん、ポール・マッカートニーズコンサートっていう場合ももうチケット持ってるよっていうのがその現在に含まれている。だから多分ね、この説明聞かなかったら、うん、まさに今行くんかと思ってたかもしれないね。 I'm going to ポール・マッカートニーズコンサート、え Right now? みたいな、うん、No, in two weeks って言うとあーって、うんうん、多分そういう王子だからそうに理解してたけど、自分じゃ言えないよね、うん、そういうね。でもね、まさにそうなの。時の副詞を最後に入れてあげないと、ね、現在進行形との区別がつかないんで、今いいこと言いました。やっぱ言うのね。そう最後にだから tomorrow とか next week とか tonight とかっていう時の副詞を最後に入れてあげないと現在進行形との区別ができないので入れます。なるほど、さすがジュンさん。つまり例えば I will go to Paul McCartney's concertNext week と I'm going to the Paul McCartney's concert next week だと、うん、I'm going の方がもう本当チケットもあって、はい、もう行くって感じだね。でも I will go だともしかしたらチケットがないかもしれないし、買ってないかもしれないけど意思はあるんで買う予定でいるかなっていう感じですね。なるほどね、はいはいはい、うん、なるほど、そうなんですよ、はい、これいいでしょ、うん、いいわ、いい、うん、だから歯医者さんに行くとか、うん、ドクター、うん、GP に行くっていうのでもう時間が決まってるやつは I'm seeing a doctor tomorrow とか、うんうん、I'm seeing I'm seeing a dentist、うんうん、next week みたいな感じで、うん、時の副詞を必ず最後に入れてあげることを忘れなければ全部現在進行形で表せるっていうことですね、うん、なるほど、はい、これは本当に簡単だし、うん、そうそう、理にかなってますねですね、うんうんうん、これぜひ使ってください。これすごく便利です、覚えちゃうと、うん、はい、はい、でもう一つの、まあ、よく使われる進行形で表される内容っていうのが、うん、繰り返し起こる動作。例えば、うん、本当にその回数が多くっていつもこれやってるのよっていうような言い方をしたいときに、My boyfriend is always going fishing。 あ、なるほどね、とか、うんうんうん、My husband is always drinking beer、うん、っていうふうに always とか、これもまたね、この always っていうような時の副詞を入れてあげるんですけれども、例えば constantly とか forever って言ったりするともうずっとやってるよっていう感じで、うんうんうん、うちの主人ずっとビールばっか飲むのよみたいな感じで、うん、My husband is always drinking beer after work って言うと、もう仕事終わるともうずっとビールばっか飲んでるのっていう、まあ多少ちょっと皮肉も入るような雰囲気ニュアンスがあるときにこれよく使われます。なるほど、ね、はい、この話を聞くとね、僕 の当時の英語教育では、うん、習慣を表す場合は現在形を使うって習ったんですよ。そうです、そうです。例えば学校に行くってのはね、うん、I go to school、 この go to は、はい、いわゆるいつも学校に行ってるって繰り返しってあったんだけど、はいはい、なんかすごく OG だよね。そこ I'm going っていうさ、うん、ING を使うあたりがすげえなんか僕は OG っぽいなと思ったんだけど、うん、これ別に OG だからとかじゃなくて、これは全部ちゃんとネイティブが喋る、うん、アメリカでもイギリスでもそのイギリス
あの英文法としてあのちゃんとあるもの、OG英語っていうわけじゃなくて、これは今全部言ってるのは、うん、あの英語圏の人たちが使う、ね、はい、文法なので、うん、はいはい、うん、でこのまあ、うん、例えばあのよくいつもこの人ねあの文句ばっかり言ってんのっていうような時も、うん、she's always complaining、うん、でこの is complaining で現在進行形だけどこれはもう毎日いつも言ってるのよっていう、うん、感じで言いたいときに現在進行形に always とか forever とか constantly っていう副詞を入れて言うと、うん、ああその人はしょっちゅうしょっちゅう、うん、あの complain 文句ばっかり言ってんだなっていうニュアンスが出てきます。強調かもね。 she complains she always complains よりも、うんうん、she's always complaining の方が多分強いんだろうね。そうそうそう、強い、なんか本当いつも言ってるみたいな感じだもんね、うん、そうですよ ね、 ね、まさにそういう感じっていうところは、はい、勉強になった。こんなやっぱり意外に普段使ってる言葉でもねこうやって知ると随分違ってきますよね、うん、いろいろですよね。で、あ、現在進行形でもこんだけの言い回しっていうか、うん、ニュアンスを出せるんだっていうのも分かると自分が会話してる時に分かるし、 あるいは相手がそれを使った時に、あ、これってこういうあれで使ってるんだ、うん、みたいな感じで自分の中でもしっくり会話が伝わってくるっていうところがあると思うので、現在進行形といってもバカにしないで、いっぱいこれだけのね、今日は4つポイントあげましたけども、まあ、これが主なあのポイントになるので、この4つをしっかり覚えていればこれからの会話に、ね、随分、はい、ね、役立っていけると思います。はい、ありがとうございました。非常に今回勉強になりました、はい、どうもありがとうございました、はい、ワクワクジャパニーズラディオオンケンズ FM89.1。 本トーク始まります。こんにちは。こんにちは、トミンゴです。ジュンです。都会の音が今聞こえましたけどね。どう絡んでいいのか分かんなかったです。いや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 、ね、というわけでね、はい、さあ今回はどんな本を来るのかなっていう、はい、どう来るのかなっていう。先日ですね、可愛いお客様がいらっしゃいまして、うん、明日帰るんですと日本に、本を寄付させてくださいって言われたんですよ。ほう、かわいい。はい、でその寄付、ご寄付いただいた本がものすごくかわいい絵本でして。絵本、はい、来ましたよ、シンクロ、はい、来ましたよ。この間のカフェトークでみどりさんと絵本の話をしていました。おお、うん、絵本大好きなんですよ、実は彼女は。あー、そうなんですか。ものすごく好きで、はい、でその絵本を語るラジオを聞いているぐらい彼女好きなんです、じゃあこれは絶対ご存知ですね。あら、何でしょう。はい、ですね、吉武慎介さんという方の絵本で、今をときめく絵本作家の方なんですけれども、なるほど、タイトル、リンゴかもしれないという絵本ですね、うん、この方、筑波大学の、大学院芸術研究科総合造形コースというのを修了された方で、なんて言いますか、イラストエッセイとかスケッチとかそういうのが得意な方なんですね、うん、でこの方の、画風といいますか、ペンで描くイラストなんです。なんか最近こうボールペン、3色ボールペンで描くイラストとか、はい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 、なんかこう細いあの線で描いたイラストをちょっとこうコピックで塗ってとかあるじゃないですか、うん、なんかそういった感じのちょっと細い線のイラストで、これがですねまたすごくほっこりなんですよ。もうね、全部こうどれ見ても癒される感じで、でまあこれがこのリンゴかもしれないが多分一番話題だったというか売れてる本で、多分37万部ぐらいは売れてると思うんですね。へで、この絵本のなんか賞であります萌え絵本屋さん大賞っていうので、第1位を獲得して、それでまたあの話題になったりした一冊ですね。はい、でどんな大まかなストーリーかと言いますと、やっぱりタイトル通りリンゴが主役の本になりまして、登場人物男の子がいます。がリンゴですか。あ、リンゴと男の子が、リンゴと、そうですか。はい、男の子ってのは人間でですね、はい、
人間の男の子がお家に帰ってくると、はい、あのテーブルの上にリンゴが置いてあったと、まあ、よくある光景ですよね、はい、そこまではね。そうなんですね。でここから始まります。でももしかしたらこれはリンゴじゃないのかもしれない。ほほ、なんかすごい量子力学みたいな感じになってきましたね、はい、そうですね、深い哲学的な。はい、でもしかしたら大きなさくらんぼの一部かもしれない。ちょっと形似てるじゃないですか、うん、絵で描くと。ああそうだね、うん、あと僕からは見えない反対側はみかんかもしれない、うん、裏側みかんだったりとか、あとひょっとして赤い魚が丸まっているのかもしれないそれいいね、それそれいいね、その可能性いいでしょ。かなりクリエイティブだよね。はい、魚かもしれないって。でこんな風にどんどん中にはメカがぎっしりなのかもしれないとかもうどん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 こう、もしかしたらこれお家なのかもしれないとか、なんか育つかもしれないとか、あの想像力があのどん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 こう膨らんでいくんですね。実はなんか帽子と髪の毛が欲しいのかもとか、なんかちょっと舞妓さんのかつらかぶったリンゴが出てきたりとか。そこまでいくんだもうすごいね。すごいですね。でそんな感じで進んでいってというお話なんですけど、とにかくその一つのものをいろんな角度から見るという力を養うのには本当に最適のお子様にとっては絵本であると思いますし、これ大人にとってもこう哲学的な、読み方で楽しめる絵本じゃないかなというふうに思いまして、これ何回でもね、なんか読みたくなるんですよ。でもすごいメッセージ性は強いよね。そうですよね。しかもリンゴってなんかね、ちょっといいですよね。そうだね、やっぱりリンゴ、まず帰ってきたらテーブルにリンゴがあるっていうさ、ものすごいよく起こる現象なわけじゃない。はい、スタートはすごい、まあ、言ったら平凡というか、うん、よくある光景なのに、そこからそのね、男の子のさ想像がさ、どん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 広がるっていう面白さだよね、うん、ねえ、うん、それが本当に面白いなという感じの絵本でですね。なるほどね、はい、でなんかこの方は絵本を描こうとは思ってなかったらしくて、さっきも言いましたけどペンで描いたようなイラストなんですね、うん、でそれはなんかこう電車の中とかで自分のちっちゃなスケッチブックになんか自分のそのイライラしたなんか鬱憤とかなんか不満とかをなんか絵に表して解消したり残したりしてたらしいんですよ。あ、なんかそういうのが元になっていて、でその絵自体は原画自体はとってもちっちゃいんですが、あ、そうなんだ、それをもう2倍とかに拡大して絵本用にしているという。あ、そうなんだ。でなんかこう今までなかった新しい、昔はなんかこう NG だったらしいんですね、そういうスタイルって。うん、でも今は OK、 この方の場合はすごくこう OK という、へえ、そういうなんか新しい色はついてんの。色ついてます。色はついてるんだ。はい、もうね、なんかなんて言うんでしょうね、ちょっとこう色鉛筆で塗ったようなものもあり、うんうんうん、はい、とても綺麗です。そんなにたくさん色を使っていないので、アートとしても素晴らしいですね。なんか絵本ってさ、正直最近あんま読まないと思うんですよ。最近というか大人になるとね。そうですよね。なかなかその、まあ、子供の頃って結構絵本とか接するじゃないですか。はい。で大人になると、例えば自分に子供ができたらば、ね、その子供に絵本を読んだりすると思うんだけど、そういう機会がないとまず絵本って読まないと思うんですよね。確かにそうですね。でも僕は本当に最近アボリジニーの絵本にすごく興味があって、はい、っていうのはアボリジニーのツアーに乗った時に、彼らがその神話というのを持ってるってことに非常に興味を持って、はい、まあ、日本人に似てるなと思ったんですよね。うーん、日本も古事記というまあ、神話を持ってるわけじゃないですか、昔話をね、はい、で彼ら持ってるんですよね。交渉で伝えていって来てて、でしかもそういった神話を持ってる、まあ、いわゆるアミニズムっていうね、その自然にスピリットが宿るという考え方を持ってるので、素敵ですね、はい、興味深いなと思って、そしてやっぱりそういう話を持ってるわけですよ、伝説をいろいろ、うん、
で、どういう話なのかなと思って興味があって、で、そんな時にジャップ会っていうケアンズのなんだ、キュランダあたりに住んでいた先住民がジャップ会っていうんですけども、はい、彼らが結構しっかりしたセンターっていうか、そういうなんかジャップ会センターっていうのがあって、はい、そこでいわゆるそのジャップ会の神話とかね、あとはその踊りとかをいろいろ伝えてる場所があるんですよね。でそこに行ってその神話を、まあ、聞いたんですけども、はい、すごくやっぱり興味深いですよね神話って。今いろんなメタが入ってるから、はい、まあ話はすごく単純なんだけど、そこに例えば当時のなんだ物の考え方とかさ、あとその生活の決まりとか、うん、何が良くて何が悪いかっていう基準判断っていうのが盛り込まれてたりするから、すごいやっぱり面白い。子供の時に聞く時はね、割とそのなんて言うんだろう、ビジュアル的な面白さとかさ、はい、物語の意外性とか、はい、そういうところに惹かれると思うんだけど、大人になるとあこれって実はね、当時はこういうふうに考えていたんだなとかって、また見る目も変わったりする。確かにそうですよね、面白さあるよね、考え方変わってますしね、状況も。今のも例えばリンゴの話もさ、はい、最初はリンゴがテーブルにあってね、それをこれもしかしたらっていうところから始まるっていうのはさ、多分子供が読んだらは面白いと思うと思うんだよね、ただ単純にね。そうですよね、って何魚なわけないじゃんとかさ、はい、でも実は大人になって聞くとさ、うん、そういう姿勢って大切だなっていうか、要はね、生活してたらば、あリンゴじゃんで終わっちゃうのか、はい、いやこれもしかしたらリンゴじゃないかもっていう考えることの大切さだったり、それがひいては物事を理解するときにさ大切だったりって考えると深い話だなとも思うし、はい、そうだと思います、ね、でかつさっきもトミンゴさんが言ったように、ね、最初は自分のそういうなんていうのかな、こう思いをね絵に描いていたのが絵本になったっていうのを聞くとね、はい、またさらに深みも増すというか、なんかその通り聞くと、ね、はい、ありますよね。そうなんですよ、本当にこの方たくさんこれ以外にも本をもう出されているので、どれ読んでも多分面白いと思いますね。私はまだこのリンゴしか読んでないですけれども、うん、他のも読んでみたいなと思わせる素敵さです。はい、分かりましたね、はい、今週もすごい絵本ね、絵本の深さについてちょっと感じました。はい、みどりさんもこれ多分聞いてくれてると思いますんで、はい、みどりさんの意見も聞きたいですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございました。また次回、ありがとうございます。ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。久保とコモの井戸端トーク。いきなり来たね。来ましたね。はい、どうも。今週から始まります。ケアンズのカリスマ英語教師久保さんと、ケアンズの旅人で引きこもり、私コモがお送りしますケアンズ井戸端会議。まあ、いきなり井戸端会議って言ってもね、はいはい、どんなこと話すのよってきっとリスナーの方持ってると思うんですけど、ですね、うん、ケアンズ在住の私たち2人が自由な視点で、ケアンズに関すること、うん、日本に関すること、旅行のこと、あとは最近の流行っているものなどを語っていきます、うん、つまんねもうそ最初からそんなこと言わないでください、ね、もうそんな正直な人子さん大好きなんですけど、ね、いやいや、でもね、このつまんないを楽しくする提案を最後に言いたいと思いますので、最後まで聞いてください。よろしくお願いします、はい、よろしく。では早速いきますよ。もう本日のトークテーマ、じゃがじゃん、じゃがじゃん。日本に帰国する際に使ってる空港ってどこ？どうでもいい。違うか。まあどうでもいいんだけど、それを楽しくするのがこのトークの、はい、ね、私、成田。あ、成田派。うん、あ、そう？うん、まあ実家がね、あの関東っていうのもあるんで、ね、うん、どうしても成田使っちゃうんですけど、で、ね、はい、でも、うん、ケアンズって一応ほら毎ほぼ毎日日本行きの便が成田だと関空に両方出てますね。うん、そうなんですよ。まあ、うんうん、今久子さん成田使ってるっておっしゃったんですけど、はい、関空ちなみに使ったことあります？一回もない。嘘？うん、一回もない。ないんです。だってあっちに帰ることないので一度もなくって、だから関空はもう謎の空港。でも名古屋は使ったことあります。え、名古屋？はい、成田が、毎日出てない時
あの日数が減った時があって、でそれで成田じゃなくって名古屋で帰ってもいいかなとか思って、名古屋から東京ってそんな遠くないのでね、で当時子供ちっちゃくて、電車も乗りたかったんで新幹線楽しみが増えましたね、はい、うん、それで1回だけ名古屋で降りたことありますけど。本当ですか。ちなみに名古屋どうでした。あ、結構良かったですね。なかなかあのいろんな店がいろいろあって、へ、あ、新しいのかな名古屋の空港も、ね、うん、とても綺麗でした。あ、いいですね。そんな楽しみがあったんですね。はい、でね、もうあの乗り遅れそうそうそうになったぐらいお店いろいろ見てたんですけどね帰りも名古屋にしたのかな、名古屋帰り、うん、そうなんですね、まあ、はいはい、往復、はい、そんなことがあったんですね、はい、すいません、私ね、私ももちろん成田使うんですよ、実家からめっちゃ近いん で、はい、でね、あ、そうなんだ。そうだけど、うん、あえて関空経由で帰ってるんです、最近、変わってるでしょなんでどうでもいいでしょいやいや、なんでですか。関空、あ、じゃあ大阪に寄ってから帰る。そうですね、まあ大阪にお友達が多いっていうのもあって、あ、そこで遊んだりとか、はいはい、あとはやっぱ観光するとこが結構やっぱあっちってあるんですよ ね、うん、ね、京都でも奈良でも大阪でも。京都はいいね、いいでしょ、行きたいね。大阪ダメじゃないですよ。いや、いや京都行きたいね。そうじゃなくて、ね、そうそうそう、京都行きたいなって今思ってます。はい、うん、見どころがいっぱいあるっていうのもあって、うん、ありますね、うん、はい、あとはやっぱり関空自体、関空だけで結構時間が潰せる、うんうん、あ、そうなんだ、うん、あの、はいはい、関空ってしかも24時間じゃないですか、その空港。あ、そうなのね、はい、それも知らなかった、はい、なので、うん、あの例えば、まあ、もちろん日本に単に帰国するってだけでもいいんですけど、そこからまた他の国に行きたいって時、やっぱ関空の乗り継ぎ最高なんですよ。あ、そうなのね。120% 関空最高なんですよ。あ、そっかそっか、そういう意味ではね、使いやすいということですね。そうなんです、うんうん、レストランとかも多いし、あの私とかジュンさんが大好きなのツタヤさんって本屋さんも入ってるし。あ、はいはい、ツタヤ、うん、ツタヤってあれ大阪、うん、資本違う、どこなんだろう、資本はちょっと多分東京じゃないかな。ですよね、うちの近所にもあるな考えてみたら全国区です、久子さん。そうですね、はいはい、そうそう、あとやっぱりファッションのお店とかもあるんで、うん、最悪衣類が足りなかったら買える。大阪ファッションね、東京ファッションとやや違いがあって、違う違う、あのヒョウ柄のあれをおばさんとか今想像したでしょ。うん、なかなか派手なんですよね、関西の方。あ、大阪の人が派手なのかな、どうなんだろう。でも今日の久子さんもなかなかですよ、あの赤い T シャツに花柄のパンツっていうなかなかのおしゃれっていうか、ね、なかなかの大阪のおばちゃんに負けてないよねそう、それに合わせて今日来てくれたんですか。 そうかもしれないテーマに合わせて、さすがです、はい、うんうん、あ、すいません、そんなわけで、うん、あのいつもだいたい帰るとき私人にも結構観光勧めちゃうんですよね。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ勧めて私に。え、勧めるの、今ここで口説いて、口説くの、私だいぶ口説いたつもりだけど、はい、いや、まだ足らないな。例えばそう、あ、お店、どんなお店、もっといろいろ、なんだろう、もっとどんないろ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 ある、私が行きたいような、久子さん行きたいの、なんだろう、別にね、でもそんなに買い物最近ないですね、物欲が減ってきてます、そうなんですか、はいはい、うん、まあでも楽しい、まあ、見て歩くだけでも楽しいですけどね。そうですね、雑貨屋さんがあったりとか、うん、あとはやっぱりあの、うん、ほら、あのツーリストがいっぱいいるとこなんで、はいはい、スーツケースとかバッグ屋さんとかもあったりとか、結構高いの売ってるんですよね、うん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 、あのリモアとか分かります。高いのは いまいち買えないんで、いや、バジェットが、あの、うん、高いものもあるし、それこそあの数百円から買える、あの、なんだろう、文具とか雑貨屋さんもあったりとかするし、 あとやっぱ食べ物屋さんは幅広いですよね、あそこものすごくいっぱい種類もある、うんうんうん、やっぱりたこ焼き、いや、だからなんでそこで大阪に無理やりつなげようとするのまあ肉まんとかあったけどね、あの某有名な、あ、うん、はい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 、肉が肉汁、あ、でも肉まんは横浜もね、美味しいね、そう、美味しいものありますよね。そうか、成田だったらそういう楽しみ方もありますよね、はい、でもちょっと遠いかな、でもまあまあまあ関東行くんやったら肉まんっていうのってそれもありですよね、まあね、うん、うん、まあ、食べ物ばっかり話になっちゃうね、どうしても、どうしても行っちゃうね、この年齢はって違うか、うんうん、行っちゃいますね、はい、あ、でも食べ物といえばね、はいはい、あのね、関空から一駅電車で行くと、うん、あそこリンクタウンっていうショッピングモールみたいなとこあるんですよ。あの観覧車があるんですぐ分かるんですけど、はい、 そうなのね、はい、そこ、まあ、ショッピングは置いといても、うんうん、あの1階にある回転寿司屋さんがめちゃめちゃ美味しいんです。あ、そうなんだ、美味しいです、回転寿司なの、回転寿司なんですけど、でお安い、
まあお安いです、うんうん、あもちろんねあの一皿100円ではないですよ、うんうん、あのもうちょっとしますけど、はい、でも全然お安いです あの値段でこれ食べれるのっていう感じで。あそうなんだ、うん、下手な寿司屋行くより全然美味しいです。行ってください関空に行かれる方。さこさん行かないの関空だって遠いもん。そっから関東に帰るにはまた新幹線か中だもんね、飛行機で帰ってくださいそれこそ。あ飛行機ね。あそっかそっか。だってそれこそね、うん、あのこれ裏の話ですけど、裏の話ってわけでもないけど、うんうん、こっからねケアンズ、うんから成田に帰るのと関空に帰るのでは結構な確率で関空の方が値段がね、うん、安いんですよ。あそうなんだ、ま、安いチケットが出るってこと。そうそうなんです。安いチケットもなるし、その安くなったチケット自体も成田よりも関空の方が安いんです。えそうなの。例えばですけど、成田が片道400ドルだとしたら関空って350とかって時が結構なんか私が見てる範囲で多い気がするんです。あだからその差額分だと思えば関空でちょっと、うんうん、関空で関西でちょっと遊んで、そう飛行機で国内便で飛ぶ飛んでけば、まあそれはそれで楽しいよね。楽しいです、うん、そういう違う場所も見れるしね。あるんですよ。やっぱ関西人安くしないと買わないって思ってるのかな、ジェットスターも。そこまで読んでるジェットスター。しかもジェットスターって思いっきりあの社名言ってますけど、ごめんね、あの某ジェットスターね。はい、そう某ジェ。ああそういうことですね。はい、でじゃあ、成田は何でしょうね。成田は何がありますかね。成田何あります、逆に聞きたい、うん、いやいや私も成田ね降りて、まあ、でも最近ちょっと負マイナスなのはこの某ジェエアライン、はい、あの第三空港っていうところに着いちゃうん で、 そうなんですよ。歩くんですよそこから。歩きますね。はい、かなり長いです。長いし、うん、荷物持ってるときついんですよね。きついですね、うん、なのでまあでも、うん、そうそれがちょっとあるのと、そうでもまあ、うん、フードコートみたいなので気安くご飯食べれるのはまあいいかなとは思いますけど ね、簡単な感じ で、 え、そうですね、気張らずにあのお金もかけずに帰りの夕飯も食べれるしですよね。あと私逆にこっちから行って着いた時に、はい、うちあの京成ラインを使うんですけれども、はいはいはい、そこに行く前の手前あたりになんかコンビニみたいなのがあって、あうん、わかります、わかります、うん、ね、あったあった、はい、そこでちょっとしたスナック、もう日本着いたら一番先に真っ先に食べたい何かみたいなのをそこでパパッと買って、で前はスカイライナーを使ってたんで、はい、スカイライナーの中は飲食 OK なので食べてたんですけれども、はい、今はスカイライナーじゃなくて普通の電車に変えてますので、普通の電車食べれないですよね。あ、ダメなんですか。飲食ダメなんですよ日本。ダメなんだ。はい、ダメよ。確かそう。危ない危ない。確かそうです。はい。なので、あの、今はあんまりそこを、その、あの、お店使わなくなっちゃったんですけどね。うん。あ、そうなんですね。はいはい。へえ、うん。ということで、どうでしょう。どうでしょう。私、関空行く行かない、うん、やっぱり行かない。口説けなかった。まあ、いいや、まだチャンスがあると思って ね、 京都にそう、うん、行こうかなと思うときはそういう経路もありですね。ありですね。関空行って京都旅行して、はい、それから国内線か電車でね、うん、帰あの東京に帰るという感じで。ありますね。はいはい、じゃあここら辺にしときましょうか、うん、今日は、はい、はい、でも最後にお知らせ、ですね、私たちのこのグダグダ話にとっても参加したいという方はぜひ私たちの方にご連絡ください、Facebook はタイトル、ワクワクジャパニーズレイディオ89.1 で出てくると思います。はい、そちらの Facebook の方にメッセージ残してください。こちらからご連絡します。ぜひ一緒に参加してください。ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。 ワクワクジャパニーズラディオ、今週も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このワクワクジャパニーズラディオはですね、 Cairns FM 89.1 というマルティカルチャルコミュニティラジオの、セクションになってます。全員すべてがですねボランティアでやって、各々のコミュニティを盛り上げる、そういったラジオ、重要なラジオになってますので、皆さんのサポート、声援が非常に大切になってきます。よろしかったら、コメント、いろんなものですね、こちらの方までお寄せいただけると嬉しく思います。ワクワクは毎週月曜日夜7時からやっています。実は日本でも視聴ができまして、インターネット経由で放送を聞くこともできますし、今はですね、放送が終わった後、YouTube の方に、
お話の部分だけアップしています。音楽はちょっと著作権の関係で上げれませんので、音楽を抜いたバージョンを今 YouTube で見る聞くことができます。こちらの Facebook の方にリンクの方載せますので、よろしく、興味がある方はそちらの方をご確認ください。こちらワクワクの前が6時から Excuse My French というフレンチの番組、そしてこのワクワクの後、この後すぐですね、8時からクックアイランドのプログラムがあります。こちらももしね、非常に興味深いその国々の音楽聞けますので、よろしかったらお聞きください。本当に今週もありがとうございました。 Thank you for listening ワクワク Japanese Radio on Ken's FM 89.1、This is a local community radio. It's Ken's FM 89.1. It's been such a long timeIn Cairns, supporting all its local communities, supporting. So please support us, and not only Japanese radio and other nationality. If you have your own ethnic radio, and if you don't, maybe you should start your own community radio. Thank you for listening. And before our Wakuwaku Japanese radio program.Start from 6 p.m. We have Excuse My French, it's French program. And after our program, we will have Cook Island program. We have another program all through the weeks. For example, Made in Italy Tuesday from 6 p.m. And also Thai, Chinese, Samoan, Croatian, Eastern Timor. And we have lots of like ethnic programs. So please tune up.Interested in. It's very interesting to listen to a completely different music style. Thank you for listening and see you next time. スーパーカー